はい、ブルーベリーがね終わりましたので、続いてニンニクの追肥になります。でニンニクはね、あの日本人ですとあのニンニクの球根の部分ねを食べるんですが、中国人は、この茎を食べるらしいです。で 2,3 日前かな、嫁が来ましてね、ちょっと抜いていきました。で今から追肥するんですが、もしかすると今年はね球根を食べるんじゃなくて茎を食べるということで、5月6月の頃ね収穫になるんですが、その頃までにこれがあるかどうかってちょっと分かんないです。ですからね今から追肥するんですが、それが果たして追肥として役に立つのかどうかっていうのがねちょっと疑問ですけどね。まあとりあえず追肥をしておきたいと思います。